セコマ醤油ヌードル、製造はエースコック。揚げ麺で粉末スープと火薬は最初から入っています。麺は幅 2.5 ミリの薄い扁平断面で、コシとか重量感には欠けますが、軽快で親しみやすい食感です。香りも悪くないです。良くも悪くも強く印象に残る面ではないものの、安っぽさを意識させるような部分はきちんと潰してあります。スープは薄めの茶色で、尖った部分がなくマイルドな口当たりです。旨味が潤沢に出ており、それを醤油味が下支えする感じです。華やかな香りとか深みはなく、脂っ気も少なくあっさりしていますが、物足りなさは感じません。具はエビや肉そぼろや卵で、カップヌードルの具にはかなわないものの、うんと劣る部分はありません。100円近辺で明確な欠点を感じさせず、ほどほどの満足感を得られる製品です。みんな大好きトントン。